こです。ひなです。ひめかです。ひらりです。アリアです。ピンクラテ TP 始まるよ。イエーイ。はい、ということで2回目よみうりランドにやってきました。イエーイ。最初はですね、このトレーニングセンターにみんなで挑戦していきたいと思います。このヒーロートレーニングはみんなに協力して企業を目指しながらいろんなゲームを頑張って成長していくぞっていうゲームなんですけど、得意な人がそれぞれやったりとかしてみんなで相談しながら頑張りたいと思います。なんだっけ、そう、難易度アップしていくって。やばくないですか、これは。まあ、パンチはひめかに任せようかな。パンチはこの4個目と7個目失敗しちゃうとそこでゲームオーバーになってしまいます。入る前に扉の横にこういう風に詳しい遊び方が書いてありますので、しっかり読んでから入るようにお願いします。はい、特にこの4個目ですね、ちょっと難しいのでしっかり遊び方読んで入ってください。はい、で最大一緒に入れるのが4人まで。2、3に分かれます。グッドバイで分かれましょう。中1チームや。イエーイ。
く数字の並びを導き出せ。こういうのは苦手だね。このゲームをクリアしないとセカンドステージにすめっちゃ頑張らないと。このゲームをクリアするとボーナスタイムが20秒もらえる。1分だ。待って、これどういうこと。 ABC の3つの枠に1、2、3、4、5の中のいずれかの数字がありますか。それぞれの枠に入る正しい数字を導き出してください。謎々っぽいね。ですね。絶対クリアしたくない。いや絶対したいです。次行けないですよ。時間内であれば何度でもチャレンジできる。ここではひらめきと推理力をトレーニングするそうです。ちょっともうすでにわからない。やってみてですね。やってみよう。ぶっつけ本番。参加者の枠に入る正解を推理するのだ。指でバーを動かして決定ボタンを押すのだ。準備はいいか。結構どこがどうなってるか。はどういうこと。わかんないんだけど。え、何。ヒントとかはないの。当たりがない。今のところまだ当たりがない。あと20秒だよ。やばい。で、1、待って、2、あ、5位です。当たりがない。あと10秒。やばい。5、あ、当たりが5、悔しいけど、アリエコの健闘を祈りましょう。祈りましょう。頑張れ。お願い。頑張れ。じゃあ、二人のところへ。ピラピラピラ。ピラピラ。これめっちゃ難しいやつじゃない。そういうこと。ここエカちゃんに任せよう。ちょっとルールが難しいですよね。確かに。頭使うやつだね、これ。当てはまるのを導き出さないといけないから。参加者の枠に入る正解を推理するのが、スタート。赤羽じゃない？そう、数字のやつ。
が一緒に動かして入れたら当たったんですよ。すごい嬉しかった。こちらなんか楽しかったな。じゃあこのビーバートレーニングセンターは以上です。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、フレッチをよろしくお願いします。バイバーイ。